突然ですが問題です。気圧高度1万フィート、外気温度マイナス20度、支持待機速度150ノットの時、新待機速度はどのくらいでしょうか。時間が必要な方はここで一旦動画を止め、答えを出してみてから再度再生し、答え合わせをしてみてください。それでは早速マニュアル工法計算板を使った計算方法を見ていきたいと思います。まず1万フィートの10と摂氏マイナス20度を合わせます。そして B スケールに150ノットの15を見つけ、そこに隣接する A スケールが答えになります。よって足す170ノットが正しい答えになります。この問題を解くときの注意点は A スケールが足すになるということです。最後にデジタル工法計算板を使った計算方法を見ていきたいと思います。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもお役に立てたのであれば、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると今後の励みになります。今後ともいい動画を作成できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。